病害の患者さんを異常する状況は多様で、例えば病棟の中でも検査室への搬送やシーツ交換、入浴介助など様々です。スライディングボードは急性期の病院や介護施設の様々な使用環境でご使用いただけるトランスファーボードです。筒状のスライディングチューブがスライディングボードの周りをキャタピラのように回転し、患者さんとの接地面がずれにくい状態で異常ができます。入浴介助の環境でも快適にご使用いただけます。ボードが緩やかに曲がりますので、ファーラーイのような姿勢でも無理なく異常が行えます。ベッドやストレッチャーのキャスターは必ずロックしてください。本製品を用いて異常を行う間は患者さんより目を離さないでください。ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。患者さんの体重により異常間の隙間幅が異なります。取扱説明書に記載の異常可能な隙間幅を目安にしてください。まず患者さんの腕を巻き込まないようにお腹の上で交差させます。送り手の介助者が患者さんを側外にして、受け手側の介助者がスライディングボードを患者さんの体の下に差し込みます。両足をスライディングボードに乗せます。足が交差できる患者さんは交差させます。患者さんの体の3分の1程度がスライディングボードの上に乗るようにします。体が乗っていない距離が異常の距離になります。送り手の介助者は患者さんの肩と大腿部あたりに手を当て、自分の体重を預けるように押すとスムーズに移乗できます。手全体を面にするようにしましょう。また患者さんに当てる手の角度は介助者の体重が伝わりやすくなるよう、接地面が大きくなるように当てます。介助者は肘を曲げずに押すことがポイントです。ご使用環境により腕を伸ばす距離が得にくい場合は、曲げた肘を体幹につけて押します。腕だけの力で異常介助するリスクを低減できます。異常が完了したらスライディングボードを引き抜きます。受け手側の介助者が患者さんを側外にして、送り手側の介助者がスライディングボードを45度程度に持ち上げるとスムーズに引き抜けます。環境により異常感の高さが合わせられない場合は、タオルを併用することをお勧めします。患者さんの腕を巻き込まないようにお腹の上で交差させます。タオルごと患者さんを側外にしてスライディングボードを差し込みます。足が交差できる患者さんは交差させます。受け手の介助者がタオルを引っ張ります。この時腕を伸ばしたまま自分の体を後ろ側に倒すような感じでタオルを引っ張ります。そうすることで腕の力ではなく体重を使った無理のない介助ができます。異常が完了した後は患者さんを側外にしてスライディングボードを45度程度傾け引き抜きます。ファーラーイでの異常も対応できます。このように隙間がある場合はタオルを併用すると良いでしょう。
両足と頭がスライディングボードに乗っていることを確認します。移乗が完了した後は患者さんを側外にしてスライディングボードを45度程度傾け引き抜きます。使用後にチューブが汚れた場合はスライディングボードよりチューブを外して水洗い、もしくは洗濯機で洗濯が可能です。柔軟剤のご使用はお控えください。自然乾燥もしくは低温のタンブル乾燥が可能です。スライディングボードはぬるま湯または石鹸水で清拭します。消毒が必要な場合は 70% エタノールや 45% イソプロパノール、あるいはそれに近い消毒液をご使用ください。汚れを防ぐためのディスポーザブルチューブをご用意しています。